はい、皆さんどうも、磯坊主です。今ね、ちょっと緊急で動画を回してます。なんかね、シマノってロゴの段ボールが届いたんですよね。ほう、なんだこれは。ちょっと開封してみましょうかね。お、お、これは、おーい、おーい、じゃん、ロッドです。磯沢です。そうです、ブルーアイリミテッド買っちゃいました。ついに来たぞ、ブルーアイ。改めまして、皆さんどうも、磯坊主です。今回は、でーん、はい、ブルーズアイリミテッド買っちゃいました。おお、ほら、いいね。なんかいいね。うん、袋からしてなんか高級感ある。じゃあ皆さん、ちょっとこれ一緒に見ていきましょう。これあのプラスチックの化粧箱で来るのかなと思ったら、こういうもうなんか袋状のやつで来るのかな。おーおお、見て、磯沢6号相当ロットパワーかー、いいね。では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 、早速中身を出していきましょう。でんでんでん、おーしょー出た出た出た、はい、ブルズアイリミテッド。はあ、このロゴかっこええな。反対側は、反対側はこんな感じです。ブルズアイリミテッド505メーターですね。おー、ええじゃん、ええじゃん。この独特のこのガイド、足が高いこのガイド、すごいね。島野さん攻めるね。円筒竿でね、こんなガイドつけちゃいましたか。このガイド攻めますな、島野さん。あ、いい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 、このマットラバーコーティングの手触りもいいな。やばいやばい、あ、なんかもう全部かかこんなとこにもリールシートの付け根にもブルズアイリミテッドが。かっちょええ、細部までこだわってんな、かっちょええな。うわ、この深い青いいですね、いいっすね。カラーリングも、カラーリングもいいっすね、これ。うん、と待ちに待ったブルーズアイ、カゴ釣りのね、なんだフラッグシップ、やっとモデルチェンジしてくれたよ。もうずっとね、平正スペシャル使ってたんですけどね。え、あれ何年だっけ、平正スペシャル。15年だっけ。ああ、15年、平正スペシャルがね、15年モデルなんですよね。で、これが24年でしょ。すごい、9年待ちましたね。待ちましたよ。これのでもね、あのあれもありましたよね。なんだっけ、そう、このブルズアイスペシャルっていうやつもありましたよね。マダイ青物のなんか仕様で2本出てましたね。あれもね、ちょっと一瞬考えたんですけどね、そのブルーズアイスペシャルも。でも青物がね、なんかなんだ、公式のホームページだと 4.5 号相当ってなってるんですよね。 4.5 かと思って、ちょっと心もとないなって。ブルーズアイスペシャルの青物の方はちょっと見送ってたんですよね。やっと
待ったよ、長いこと待ったよ、長いこと待ったな。もういつ出るのか、いつ出るのか、もしかしてもう出ないんじゃないかとすら思ってましたよ。よかった。もうなんて言ったってこれでしょう。なんでこれ、何システム、これが X ガイドタッチフリーチタンっていうやつらしくてね。まあ皆さん、詳しいこの仕様は、竿の仕様は、シマノ公式のホームページとかね、見てもらったら載ってますんで、あと YouTube とかにもね、これの紹介の、なんか、プロモーションの動画とか上がってますんで、気になる方はね、ちょっと詳細はそちらの方でご確認ください。あー、なるほどね。はぁ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 。タッチフリーチタンのところだけガイドラインがついてないですね。もうそういう仕様なんかな。だいたいね、ガイドの位置を決める、これ見えますか、このこういうのガイドラインって言うんですけどね、これがね、ついてるんですよ、このガイドの位置をこう決めるのに。でもね、このタッチフリーチタンが収まる場所にはガイドラインの表記がないので、なんかそういう仕様なのかな。あー、ちょっとこれステラリール合わせてみましょうか。オッケー、あー、いいね、いいんじゃないですか。こんな感じです。もう色合いもめちゃめちゃしっくりきますね。いい、いい感じです。リールがね、ステラの 14000XG を今ちょっと合わせてるんですけどね、いいんじゃない、いいですね、なんかしっくりくるぜ。で、何、他に何だっけ、他になんか特徴があるんですよね。ティップはなんか4号相当らしいです。ティップは4号相当で、バットの方が6号相当。いいですね、繊細さと力強さをこう合わせ持ったような感じですか。島野さん、そんな感じですか。あ、そう、ファイティングボトムっていうのがなんかついてるらしい。どれだ、あ、これか、よいしょ、ぴょん、はい、こちらファイティングボトム、キノコみたい。これがね、この竿尻に装着できるらしい。取り外し OK みたいなんで、つけてみようか。おお、 OK、 あ、こんな感じ、こんな感じです。あ、ほんとだ、おお、痛くない。あ、いいね、これはいいですね。うん、あ、痛くない。あ、これだと痛くないな、いいな。あ、でもこれファイティングボトムとこのタッチフリーチタンのこの形状だいぶごっついんですけど、ロッドケース入るんか、これ。ちょっとロッドケースで入るかどうか一回試してみますわ。ちょっと入れてきます。大丈夫です、収まりました。ちゃんとロッドケースにもちゃんと収まりました。あとはね、もう本当あれですよ、実際に使用してみ、磯で使ってみて、魚をかけて、何ですか、その曲がり具合とかね、竿の感触をちょっとね確かめたいと思います。で、またね、その実際に使ってみて、またなんか気づいたこととか、なんかね、そういうのがあれば、思ったことがあれば、また皆さんにご報告したいと思いますので、もしね、このブルズアイリミテッドを購入をね検討されてる方がいましたらね、まあ何かしら参考になればいいなぁみたいなふうに思ってます。
ちょっとね、実際袖使ってみないとね、まだまだ分かんないこともあるんで、とりあえず今分かる言えることは、かっちょえ、非常にかっちょえ、すんごくいい、すんごくかっこいいぐらいかな。はい、こっちがね、今までねメインで使ってましたあの平正スペシャルです。もうね、あー全然やっぱブルズアイリミテッドの方が軽い。ちょっとね平正スペシャルの方が若干重いですね。こいつは平正スペシャルは平正スペシャルでサブとしてね、予備竿としてね、まあ、ま、持ってますんで、もしかしたらね、たまに出番があるかもしれません。これはね、平正スペシャルはね、もうバチバチに硬いんですよ。もうバットからティップまでもうバチバチに硬いんで、なので、あの物干し竿って呼んでるんですけどね、それぐらい強いです。めちゃくちゃ強いです。ちょっとやそっとの魚じゃあの綺麗に曲がんないですもんね。なのでね、このブルズアイリミテッドがね、4号竿のティップが4号バットが6号、ちょっとこれをね曲げ込んでみたい。今からね非常に楽しみです。まだねちょっとカゴ釣りで平正のね釣果がまだ上がってないんでね、もうしばらくちょっとこれの出番はまだないんですけど、平正がねまたあのカゴ釣りで釣れ出したら、もうすぐこれ持って磯へ行って感触を具合を確かめてみます。平正が釣れればの話ですけど、とりあえず皆さんもねこれ釣り具屋で見かけたらちょっと触ってみてくださいね。はい、そんなわけでね、今回はねちょっとね緊急でねバッタバタ動画を撮りました。磯坊主新しい相棒を買ったよの報告動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、かっこよす、かっこよ、いいねこれ、かっこいい、これ触り心地いいわ、めっちゃいい、すごいね、かっこいい、もうすんごい、急いきてー、急いきてーよー。